マリーア・エウラリア・フランシスカで、アシス・マルガリータ・ロベルタ・イサベル・フランシスカで、パウラ・クリスティーナ・マリーア・デラ・ピエダ・デ・ボルボンは、ガリエラ・公・アントニオの妻。スペイン女王・イサベル・二世と、王廃、フランシスコ・ネアシスの末娘。マドリード王宮で誕生。1868年、革命のため一家で、フランスへ亡命。1874年、 兄アルフォンソ12世が即位したため、1877年に一家で帰国。最初は母イサベルとエルエスコリアル修道院に住んだが、後セビリアのアルカサルへ移り、その後マドリードへ戻った。1886年3月9日、重廷にあたるガリエラ公アントニオと結婚。前年に兄アルフォンソ12世が急死したため、 予定より7ヶ月遅れて挙式が行われた。二人の間には二男が生まれた。ルイス・フェルナンドの誕生後、エウラリアは、夫と別居し、スペインとパリで暮らした。親戚、遠戚と頻繁に連絡を取り合いながら、王室の暴露本を数冊書いた作家でもあった。1958年、心臓発作のため亡くなり、エルエスコリアル修道院へ埋葬された。 スペイン王女エウラリア、ジョバンニ・ボルディーニが1898年。ありがとうございます。